では続きまして、はい、萌えちゃんのパパさんからの投稿です、うん、はい、萌えちゃんのおやつを紹介します、うんうん、はい、萌えちゃんをケージの外に出すと、うん、乾燥パイナップルと、うん、乾燥バナナと、うん、乾燥キャベツと、うん、乾燥人参をあげています。すごい。特に乾燥キャベツが好きです。皆さんはおやつに何をあげていますか。今日なんかちょっとノーマルくない。いや、これ乾燥4連発っていうのがすごい。乾燥4連発ね。さあ、見てみようかな。はい、はい、乾燥アイスさん、乾燥が違うけどいいねこれ。バナナ、乾燥染め、バナナ、バナナ、バナナ、あんなにいっぱい食べるの萌ちゃん。あ、でもちゃんと葉っぱも入ってる。いろいろ入ってんだ。あ、いっぱい入ってるの。あ、みんなミックスになってるんですね。あ、うーん、お皿が渋いな。フルーツサラダみたいな感じ。もぐもぐ食べて上からね、うん、もうこっかにもなんかあるよ。あれはキャベツと人参だ。キャベツと人参だ。一応フルーツ系と野菜系と分けてあるのかしら。あ、ねえ、そうですね、きっと萌えちゃん市販です。そりゃそうだろう。主はそりゃそうだろう。乾燥チンしたら乾燥シリーズ作れるのかな。じゃあリリーローズさんに作ってもらおう。そうなの、チンしたらもやしみたいに。え、そうなんだ。もやしは乾燥にならないんだけどね。あ、そうなの。うん、もやしは茹でるよりもチンした方がいいってこの間リリローズさんに教えてもらったの。へー、まだやってないけど。手軽にできる電子レンジ料理。そうそう、ほら、そうで。おー、もやしは水分が多いからって。でスカイノさん、乾燥人参は手作りしてます。あ、素晴らしい。すごいな、みんなすごいな、手製なんですね。できない。先に行っちゃったよ。うん。そう、野菜高いですもんね。高いもんね。サンマも高いよね。サンマも高い。さっきサンマ食べた、うん、博多の白うさぎさん。ちょっとグッときたけどね、うん、ちょっとね、すごいね、でもね、乾燥好きなんだね、萌ちゃん。いっぱい食べてました ね、 ね、元気いっぱいだわ、うん、そうそう、萌ちゃんっていくつでしたっけ、うん、萌ちゃんのパパ。何回も聞いてると思いますけど教えてください。書いといてくださいね。乾燥人参かなんかが食べてみたら。誰が、私が、うん、いいです、人参は、はい、いいです、いいです。かなか強情やね。うん、いいです。はい、あ、2歳ぐらいだっけね。ガジュウさんが教えてくれました。はい、ありがとうございます。はい、ではいきますよ。はい、あ、1歳7ヶ月ありがとうございます。あ、全然違った俺。3歳って言ってたもんね。3歳ぐらいって言ったの、ね、すいませんでした。すいませんでした。はい、では次です。博多の白うさぎさんから、先ほどサンマを食べた、はい、はい、原田明美さん、うさぎ心配。こんばんは。こんばんは。ミッキーミーうさぎ第2弾です。あ、これね、この間ね、コクちゃんのね、うん、これは、ミッキーのシュシュを使用しましたってことです。うん、ちょっとミッキー耳第2弾。シュシュ、うん、シュシュわかる、わかるよ、うん、ほんと、うん、まあ見てみよう。はい、わかるんですか。また白と黒で、おお、まさちゃんがおおって言ってるよ、やっぱり。いいね。なんていいのかな。うん。本物の耳は後ろ行っちゃってる。そうそう、こうやってね。これ多分さ、乗っかってんだよ。またおとなしくしてるけど、これ動画じゃないもんね。失礼しました。危な。いや、おとなしいなと思って。うん。あ、なんかついたよ。いい、あ、シュシュだからね。あ、これ、このまたフレームが何とも言えないね、これ。ねえ、やらされてる。いやいや、自分でやってますよ。自分でやってる。そうね。あ、あ、いいじゃん、いいじゃん。でもなんかギョッとしてるのかな。ちょっと目がね。目がね、何すんのみたいな。いろんな感じだったんですよ。やってますよね。うん、そうそうそう。ちょっとちらっと映ってるのが博多の白うさぎさんかな。あ、うん、もうちょっと見たいね。シュシュだね。シュシュ、うん、シュシュ分かった。分かってるよ。まあいいや。はい、はい、じゃあいつものお願いします、はい、ではここで投稿の呼びかけです。はい、うさぎのお目目では視聴者の皆様からのうさぎの動画や写真を募集しています、はい、
投稿希望の方はぜひ info@yytv.com までお送りください、はい、投稿の際にはペンネームとコメントを添えるのを忘れなく、はい、また BGM をこちらで差し替える場合がありますのでご了承ください、うん、はい、皆さんの投稿をお待ちしています、はい、え、何何ん何って何いやいや何も言ってないよ、うん、何も言ってませんよね、うんうんうん、よしよし、もう一つあります、先輩、はい、お願いします、はい、はい、アイラビット協賛企画について、うん、そう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 、はい、前回ね、うん、やりましたね、うん、乾燥リンゴ、うん、イチゴ、イチゴだよ、乾燥イチゴ、イチゴ、はい、はい、そして次回は月に一度の視聴者プレゼント企画がおります、はい、ショップアイラビットさんから来月もプレゼントをいただきます、はい、来月のプレゼントは、うん、なんと、なんと、うん、オリジナルフリーズドライリンゴですさっき言ったじゃん、はい、だって散々言ったじゃん、リンゴリンゴです、ね、リンゴリンゴって私が言ったからね、はい、前回同様、うさぎの動画写真を投稿してくれた方から抽選を行いますので、はい、皆さんどんどん投稿してください。これは、はい、いつの、あ、次のね、次のです。だから来週投稿していただいた方から、またですね、うん、厳正なる抽選の結果、うん、オリジナルフリーズドドライリンゴが当たると。フリーズドドライ、これ私も応募しちゃダメなの、出たリンゴなんだけどリンゴ欲しいな、うん、買ってください、はい、わかりました、ダメってみんなにダメは、あ、博多の白うさぎさんは優しい萌ちゃんのパパダメって甘やかしてかんすよ、そうか、うん、厳しくいきましょうねはい、わかりました、はい、そしてですね、そしてもう一つ実は今日は、うん、ね、うん、お知らせというか呼びかけがあります、はい、先ほどもちょこっとお話ししましたがですね、うん、来月11月25日は、うん、このうさぎのおめめのですね1歳の誕生日なんです、うん、いいですか皆さん、1周年記念ですよ、うん、でその記念としましてですね、皆さんの、うん、うさぎちゃんのですね、うん、写真を大募集します、なんか前から言ってるけどこれは、うん、改めて大募集します、それで、うん、だから可愛いねマナウサギちゃんのですね、うん、ベストショットを送ってほしいんですね、うんうんうん、でそこにはですね、うん、皆さんのお名前、本名じゃなくていいですこのいわゆるハンドルネームとか、まあ、チャットネームっていうんですか、うん、それと、うん、それからうさちゃんの名前、うん、それからそのうさちゃんが男の子なのか女の子なのかっていうことと写真を添えましてですね、うん、来月いっぱい、要は11月いっぱい、うん、投稿先はですね、先ほど先輩が紹介してくれました、はい、いつものワイワイテレビのアドレスまでですね、あ、もう一回言います、いいですか、言えるの、言えないですでしょ、はい、です、はい、出るかしら、あ、ここです、ここです、ここまでです、はい、ですね、はい、それで、まあ、これをですね、うん、一応前にもちょっと言ってたけど名簿的だね、そうそう、うさめ部のですね、うん、名うさぎなんだ、なんていうんだ、名館、うん、うさぎ名館としたいと思いまして、我々が間違いないためにもね、そうそうそう、まあそれが一番目なんですけどそれで、まあ、何らかの形でですね、はい、皆さんにもこうね、渡しできるようにしたいなと思ってますので、はい、すごい企画じゃないですか、でしょ、すごいでしょ、聞いてる皆さん聞いてますかということなので、来月いっぱいですね、うん、どんどんじゃんじゃん送っていただきたいと思います、はい、はい、はあ、言えた、はい、